なぜ君は総理大臣になれないのかという映画が全国で大ヒットしている、小川淳也衆議院議員ですけども、はがきが来ましたね、こちらの方には、今日はね2020年の9月5日なんですけども、まあそうですね、まとめていけば今まで小川淳也議員は無所属で活動されていたんですけども、今回の立憲民主党と国民民主党の統一に対してここに参加する意向ですよということでね、示されていますね。まあ、私としては立憲民主党に参加しちゃうのは非常に惜しいなと思いますね。小川淳也議員ね、非常に惜しいですね。これ党首には今かなり問題があるんではないかなと私は感じてるんですよね。もちろん私が見ているその枝野さんですかね、枝野さんに対する考え方と小川淳也議員の見えてるところっていうのは違うと思いますんで、必ずしも私のね考えがどうこうってことではないと思いますけども、まあ、私から見える景色としては小川淳也、ね、総理と目されるほどの人がね、枝野さんのところに行ってしまうのはもう潰されて終わるんじゃないかなと思っちゃいますね。まあ、枝野さんがね人を見る目が正確にある方なら、自身が立憲民主党の座を降りて小川淳也議員を党首にするべく、育成してくれるんではないかなと思いますけども、考えにくいですね。どうなんですかね。いや、これほどね思慮深く弁が立つ方、そして菅官房長官安倍総理にもひるまない方にはぜひね先陣を切っていただきたいと思うばかりでございます。まあでもどんな形になっても私は小川淳也議員を応援していきたいと思います。どんな形になってもですよ。頑張ってください。